今から FG ノットを結びます。はい、今日は高校1年生の彼女に FG ノットタイムトライアルに挑戦していただきます。今日はストップウォッチを準備しました。はい、それではいきます。よーい、スタート。はい、EG ノッターで、結束する FG ノット、今日結んでいただく、この、今ボビンに巻いてる回数、それから編み込みの回数は、EG ノッターの説明書に書いてある回数そのものをしっかり厳守してもらってます。まず大事なのは、FG ノットの編み込み回数で、これは今最初のセットしている2回とは別に、10回の編み込みをします。でその後に、ハーフイッチを、10回で、リーダーをカットして、あの P ラインと P ラインのハーフイッチを10回、それからエンドノット、その全ての工程をきちっとやってもらいます。今、FG ノットもう最後の部分ですね。これがエンドノットが終わりました。はい、リーダーを外します。そして今から、ハーフイッチの準備をしています。今日は、これを FG ノットを結んでもらった後に実際にその FG ノットが強度があるのかどうか、そこまで検証してみたいと思います。1分20秒です。もうハーフイッチに入りました。きれいに、上から下から上から下からハーフヒッチを、繰り返していきます。ラインが、張った状態ですので非常に簡単に、なおかつ、強度のある締め込みが1回1回可能になっています。はい、今1分50秒です。はい、ここで、リーダーをカットします。これからはP ラインと P ラインをハーフフィッチで、10回上から下から規則正しく結んでもらいます。はい、今2分10秒です。この上から下からをやるっていうのは、実際に釣りをしているときにほどけにくい、状態を作ってくれます。で、それが非常にやりやすいと。はい、行きました。はい、2分33秒です。ありがとうございます。さて、この彼女が結んでくれた FG ノットですが、実際に本当に強度がきちっと出ているのかどうか、それを今から彼女自身に、検証していただきます。今日は、ここに、ペットボトル2リットルのペットボトルを2本ですから約4キロですね。これを今の FG ノット、結束した FG ノットで引き上げてもらいます。 P ラインは 1.25 を使ってますので 1.25 の P ライン、それからリーダー50ポンドですが 1.25 の P ラインで4キロ上げるというのはこれはもうギリギリのラインですね。でそれを今、はい、リールを持ってください。今こういう状態ですね。はい、でここでそのまま引き上げてもらいます。さあ、これが切れずにいけるか、ほどけずにいけるか、いきます。せーの、よいしょー。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。